公明池駅は大阪府堺市南区新日の木を第2町にある仙北高速鉄道線の駅。駅番号は SB05。車庫が当駅の泉中央方にある。またほとんどの時間帯で中本方面からの到着列車を中心に泉中央行の列車であっても乗務員の交代が行われている。島式ホーム1面2線の高架駅。改札口は1カ所のみ。 公明池車庫への側線も伸びており、構内には渡り線もある。下り方面の列車は一部この駅止まりが存在する。2019年時の1日平均乗降人員は3149人である。この数字は中本駅を除く仙北高速鉄道の駅では5駅中、第3位である。1994年から1995年にかけて、 上降人員が急激に減っているのは、泉中央駅開業に伴い、泉市からの利用者を中心に、そちらへシフトしたためである。近年の1日平均上降、乗車人員は、下表の通りである。当駅は、仙北ニュータウン、光明池地区のターミナル駅でもあり、駅前には、大英や、大型商業施設、コムボックス光明池、光明池サンピアのほか、 光明池運転免許試験場などがあり、駅周辺は通勤、通学など、日常の利用客以外に試験会場へ向かう人などで、賑わっている。南海バス乗り場路線バス南海バス、天の山線を除き、光明池営業所担当。なお、乗り場3から出発する、光明池、大鳥線では、2017年8月25日まで、西区役所前駅に乗ると、 同停留所で1系統を大取りシャトルバスと接続しており、遺園も、堺、東駅前駅利用時と同一運賃で利用できたが、これに対して堺、東駅前駅は、西区役所前には立ち寄らなかったためで下車することになる、利用の際は注意が必要であった。2017年8月26日のダイヤ改正で、全便堺東駅前発着となり、 大鳥シャトレバスとの乗り継ぎ運賃制度は廃止された。また、光明池駅発堺東駅前行も西区役所、前に停車となった。2019年9月23日、JR 大鳥駅前に、大鳥駅前、バスターミナルがオープンしたのに伴い、全便が経由するようになった。同時に、西区役所、前バスロータリーは閉鎖され、旧大鳥駅前停留所が解消された。 322系統、323系統では、深夜バスが運行されていたが2020年4月1日ダイヤ改正にて廃止された。深夜急行バス南海バスその他のバスファインプラザ、大阪駅専用バスがある。乗車は障害者優先で、健常者は空席があれば乗車できる。堺市南区公共施設、学校金融機関商業施設公園。 その他泉市公共施設商業施設公園、その他、ありがとうございます。